こんにちは。こんにちは。はい。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。見に来てくださって。はい。今日はね、昨日のキャンプをちょっとだけ、あの、振り返りたいと思います。ゆっくりね、振り返っていこうと思います。あ、喉の,の調子は大丈夫って、えっと、なんとかね、昨日、 なんか昨日の朝起きたらあのー、ちょっと前よりはで声が出るようになってきてでよかったです本当にまあ完治はしてないんですけど皆さん見てくれましたかキャンプもう何楽しすぎて帰りたくなかったです最後はいやばいですね「あミタんクラブ」でありがとう キャンプお疲疲疲れれれ様でしたありがとうございいまますすててないって疲れてますなんかでも疲れてるってうより楽しかったですでもなんか疲れてるっていうか,なんか筋肉痛がやばいですサメはなんかね結構昨日あのもうずっと立ちっぱなしだったんですよそうでなんか日陰も少なくってあのー、めっちゃ暑かったので何夏バテって感じですね 昨日のキャンプ大活躍だったね。ありがとうございます。そう。昨日、なんか、あの、コーナーとコーナーの間をね、編み合いで繋がせてもらったんですよ。でね、あのー、むっちゃい、先輩方とおしゃべりだれてよかったです。レモンの砂糖漬けがむっちゃ美味しかったんですよ。食べてみてください、皆さん。えっと、食べてください。美味しいので、ほんまに。ふふふん。 あの、ちょっと、うん。そう。あとね、見てください。あの、なんか気づいた方もいると思うんですけど、あの、水鉄砲終わってからね、髪型変わったんですよ、み見,見てください。前髪がもう、おんま湯になりかけなくらい、短くなりました。はい。切ってもらったんですよ。でもちょっと短すぎるかなって感じなんですけど、まあ、すぐ伸びるでしょうって感じ。あと、 水鉄砲の大会何バトルがあったんですけどそ,うそこでなんと1位を取っちゃいましたなんかね武器を引いてバンバン水鉄砲を打っていくんですけど水鉄砲じゃない人もいるんですけどねで頭の上になんか金魚すくいのあれ,があれをつけててそ,うそれで。 つけてるところを破ったら破った時点で破ったらなんかもうアウトなんですよでそれで最後まで残りましたスイカ一玉もらいましたでもあのそれを切ってあのみんなで食べましたそうそうなんですベリメイさんペンライトありがとうございます ジョエルさんココナッツドリンクありがとうございますゾンビすごかったねそうもうなんか最後にねあの決勝戦っていうかなんか分かんないんですけど最後の戦いでアミとあのワカポンさんとサカタンさんが残ったんですねで始まった瞬間ゾンビがもう出てきたんですよでもなんかアミこう水鉄砲閉めてる間にもう始まっててなんかゾンビ来たんですけど もう水で打つ暇なくってマジでもう逃げてるだけでなんか気づいたらカンカンカーンってなってましたそうそうなんですよ時間をしてたからってあそうかもしれないでもよく分かんなくってでもはい勝ちましたでその時はそんなに雨濡れてなかったんですねでも その後に、配信で映ってたかよくわかんないんですけど、9期のね、残ったみんな、9期、そうそう、だけじゃないと思うんですけど、わかんないけど、そう、残ったメンバーでね、水でむっちゃ掛け合いしてたんですね、水を。で、びちゃびちゃになって、やばかったです。はい。なのでね、あの、そ、そこで、なんか、その戦いではそんなびちゃびちゃにならんかったのに、その最後の時にもう、むっちゃ濡れました。はい。 あ、映ってたよ、しっかりってありがとうございます。そう。で、リレーもしたんですけどね。リレーは、あのー、アミ、なんか気づいたらアンカーになってて、アンカーは、みんな半周走るんですけど、一周だって、もうアミ、足別に遅,遅いから、速くないから、もうやばいなーと思ってたんですけど、アミの出番までに皆さんが、何、追い上げてくれたから、なんか、 全然焦らずに走れました、は。楽しかったです。で、そのリレーも3チームあって、あの、1位になりました、チーム。ありがとうございます。B チーム1位でした。そうなんですよ。めっちゃ嬉しいですよね。うん。でね、あの、何その角度1位の人はハーゲンダッツがもらえるっていうはずだったんですけど、 あのー、あれって感じですね、はい、ハーゲンダッツはどこかへ行ってしまいましたはい <laughs> でも楽しかったのでね OK ですはいハーゲンダッツはねどこかに行ってしまいましたこんにちはこんにちは久々に配信ごれたえて、ー、えみくちゃんありがとう なみたんはいつも走ってるイメージ言われて何で何で何ででも確かにいつも走ってるんですけどなんででしょうかこう慣れてる間に食べられたかやっていやなんかみんな食べてなくってみんな食べてなくって9期は、なんか先輩も多分食べてないと思うんですけどわかんないんですけどね9期はとりあえず全員食べてないですはい そうなんです <laughs> そんな気してたっねわらわら野原しのすけのすけさんレインボースターありがとうございますそうですねはいで最後にねあのバーベキューの時に花火をやったんですけど こうやってバチバチしてる間にね急にあのー、バン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 大きい音鳴り出したからなんだろうと思ったら後ろでねなんか紙コップから火が出てるみたいな何ていうんやろちょっと花火だったんですけどすごいね手持ちじゃ無理なぐらい大きい花火でしたそうでも網舎はみんなより多くレモン食べたよねそうだからもう OK 美味しかったしむっちゃそう そうなんか箱だけやってなんか一応持ってきてたらしくてハゲのやつはあったんですよであの多分時間がないからあとで動画撮ってあのツイッターとかにあげ,あげるねって言われたんですねちゃんとなんか食べてるよってなれるためにそうで撮るねって言われてたんですけど食べないまま。 夜にね、なんか水取ろうと思って、みんなでキューキューで、そこの箱開けたらハーゲンダッツがいっぱいあって、あ、もうこれ溶けてるよねって話してました。そう。ナンバーで全力で走ってらみたいな見たことあるからって、それはもう内緒にしといてください。お願いします。くんちゃん、お願いします。多分ね、急いでたんですよ。でも全力では走ったことがないはずなので。はい。<laughs> そうそう焼きそばはどうだったってあ焼きそばはねそうなんかチームで当てはめられてやったんですけどアミはあのクレープが作ってみたかったんですけどでもなんかあれだけがお昼ご飯だったので焼きそばでよかったです本当に楽しかったですなんかねあの ちょっと作りすぎたんですよ。あれ、昨日あ、そうか。そう、なんかね、3玉でよかったんですよ。1袋に3つ入ってて、焼きそばが。で、2袋あったんですね。全部使ったので、もうすごい量になって、あの、スタッフの方とかにも分けました。焼きマシュマロは食べれ,た食べれてないです。 焼きマシュマロはねあの本当に個数がなくって全然なくってあのはい食べてないです、はい、組体操はどうやったてそう組体操ねあれあの全然なんか時間が惜しすぎてあのそうあとなんかみんなもうびちゃびちゃすぎて髪から乾かす髪乾かすところからやらないといけなくてなんかね あの時間がもうすごいアミたちがなんかその髪を乾かしたりしてる間にね先輩方がねなんかあの長くつないでくださってたらしいんですけどでもなんかそれでも時間がやばくって本当はね組体操の練習があの予定では予定ではなんですけど30分はあったんですよ。そうあったんです50分休憩のはずだったんですねアミたち。で まあ大体20分ぐらいは練習できるかなって感じだったんですけどもう全然そんな時間がなくってあの1回動画を見てなんか1回動画見てもうとりあえず場所だけ立ってみようって感じだってパン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 って場所立っただけで終わったのであのむっちゃ不安なままやったんですけどあのー、本当に楽しかったです。そうううねねなななんんんかか、ね、めここみで手広げて 直して広げるってやつがあったんですけど、あれ、ペアが違ってて、アミが本当はサーニャの上で、えっと、ホウちゃんがレイポン持ち上げるとか、いろいろあったんですけどね。なんかもう、あの、組み合わせも組み合わせで、なんかアミアでやることとかもあったりして、なんかやっぱできないこともあったので、もうペアが変わったりして、急遽大変でした。そう。 けんちゃんハートありがとうございます他のチームのメニューは食べれなかったなんて食べてないですねそうだからクレープとかやったらめっちゃお腹空いてそうやなと思っちゃいますあな何て読むんだろうこれ大がようれき馬さんはじめましてありがとうございますあけケンちゃんハート100個ありがとうございます そうなんですフライパン小さかったねそうだからまず野菜だけやってあのお皿に移して次焼きそばだけやってそれを大きいお皿に、ね、2つをやって混ぜました6玉そう使ったんです もつが焼きそば作るのうまいってみかナに褒められたらしいえすごいでもほんまに美味しかったです本当に美味しかった風間ライトさんハートありがとうございます組体操終わっててんな泣きそうな顔したいってえなんでやろう痛かったのかなどうしたの ワカポンが自前でマシュマロを持ってきてたのにやって「えワカポンさん食べれてたんかなマシュマロさんマシュマロさん」さん <laughs> なんかねあのあれですよねあの結構あの先輩方も多かったのでキュウキは何人かは食べてましたけどあのはい。 そう焼きそばは鉄板で焼かないとねそうでなんかねフライパンも残り1個とかのやつを取ったんですよあのだからあんまりなくって本当にびっくりしましたそうほぼぶっつけ本番で組体そばをしたんですよねでなんか17人でやったことがなかったのでむっちゃ心配だったんですけど6年生の頃にね組体で上に乗ってた乗ってたので あの、怖か、怖くはなかったんですよ。あと、なんか、あの、ヨシミンとレオちゃんの上に、あの、乗ったりもしたんですけど、2回ぐらい。あれも、あの、小学校でやったことがあ,あったので、なんか、乗り慣れてました。はい。そうなんです。いつか水鉄砲対決しようね。したいほんまにもう一回したいと思いました。むっちゃ、 あの、暑くって、ほんまに暑くって、あの、全然ね、クーラーとかも効いてる部屋が2階に行かなきゃないとかだったので、そうなんです、控室まで行くのが大変だったので、もうほとんどずっと、外にいたのでね、めっちゃみんな、夏バテ、バテてました。だから、水鉄砲の時は、ほんまに涼しくなりましたね。 近っ端の時ももだけど組体操もなかなかなな大変だったみたみいなそうなんかねちかっぱも大変やったけど組体操はあんなにあのいろいろ合う合わないがあるからそれが大変でした。なもともとあなたはこの子とペアねと決められてるけどあのどうしてもこの子とはあのなにど,どっちも持ち上げられないみたいななってたりしたら変えないといけないのでそういうのが大変でした。 で一番大変だったのがね本当はとは天ちゃんとこよりんがやってたやつをみんなやる予定だったんですけどあの誰も相性が合わなくってもともと決められてたペアでやるっていうのができなくってで練習できないままのぶっつけ本番だったので天ちゃんとこよりんだけになりましたそうみんなによしよしされてるのかわいかったってえありがとうございます そう、なんかね昨日はねキャベツ切ってたらね町よね街ね言われました美味しかったですそういえば b b q の時もテンちゃん波鍋だったってえどうしたんだろうテンちゃんどうしたのかな アミアや着替えしっっかり持っていてたよねそう水でねもう濡れる気満々でいったらほんとにビッチビチになりましたミカニャンキャンプでも美人さんやったわねなんかミカナさんとあんまり喋ったことが本当になくってあの今回の何あのそのアミヤヤの高級キャンプの時のベンチリポートっていうのがあったんですけどそこで。 初めて結構にちゃんと喋ったんですけどなんかめっちゃ酸っぱいのが得意らしくってえ、めっちゃ意外だなーって思ったのとなんかめっちゃ優しかったです本当に喋っててあのに本当に喋ったことがなかったのでなんかイメージ的に あのクールな感じなのですよなんか美人さんで可愛い感じだったんですけどなんか本当に優しいなと思いましたそう,そう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 うんかさモライトさんだるま1 0ありがとうございます 日焼けしちゃったでしょって。そう。アミは、なんかアミは、日焼けしたら、むっちゃ痛くなるんですよ。あの、黒くもなるんですけど、アミ赤くなるんですね、むっちゃ。だから今、一番頭皮が焼けてて、頭皮が一番今、むっちゃ真っ赤っかです。最悪です。だから、なんか皮がね、むきるんですよ。めっちゃ嫌です。時々虫で悲鳴上がってたね、そう。なんか控え室にも、 あのこんなでっかい蝶々がわかんないんですけどなんか羽がある虫が現れてでそれをせっかく捕まえたのに隣からこれぐらいの雲が出てきて一緒に捕まえたりねこれぐらいなんか銀色のこれぐらいのなんか飛ぶバッタの飛べるバ空飛べるバッタの緑のテカテカみたいな, <laughs> なんか語彙力ないんですけどなんかそんな虫が出たり。 ああとは普通に、あのき綺いなこの真っ黒の、あのー、全然普通に夜とかに出そうなやつ夜とかねくらいは出そうなやつとかもいたのでめっちゃ怖かったです。 お疲れ様ありがとうございます鉄眼鏡さんハートありがとうございます涙のタラちゃん可愛かったってそうあのね声がやばくってあのその声がねあのまだ昨日もまあ今日もなんですけどガスガスだったのであのタラちゃんユニークカットですねしかもなんかみんなこうつけてんのなんかサザエさんだったらこういうやつつけてたり あのカツオだったら帽子かぶってたりねみかなさんとかめっちゃかわいいワカちゃんの衣装着てたりしたんですけどなのにアミはね何にも無防備だったんですよあれ喋らないタラちゃんって分からへんなと思ったそうでもめっちゃ楽しかったですんなにカ蚊はいてなかったってあの蚊は意外にいなくってめっちゃ森やからいるんかなとか思ったんですけどね 全然いなくってあの思った通りでっかい虫が多かったですねそうてっちゃんハートありがとうございますそうなんですリアルだらちゃんやねんって <laughs> そう、でもなんか多分、なんか、アミ、アミとコヨタンでよくね、何々ですって話してるんですよ。で、それをマネージャーさんが聞いたらいつも、おい、タラちゃんやめろよとか、おい、ヤスコやめろよとかも言われるんですね。あの、ヤスコさんがいるので、とから言われるんですよ。だから多分それだなと思います。なんか自分的に。 でねなんか大体みんな1回は虫体に止まってて叫んでましたアミも止まってたしてんちゃんとかも止まってたしみんなね大体1回は服とか体とかにどっかについてむっちゃ叫んでまいりましたベリマエさん貝殻ありがとうございますはいそう「はい」とかも言うんですよアミと声たんでなのでねなんかその その日常生活から取り入れたのかなとか思っちゃいます12時20分ということでそろそろ終わりたいと思いますはい待ってよし位なさんありがとうございます12位大二郎さんありがとうございます11位マットジャック・リロイさんありがとうございます 10位、モーチさん、ありがとうございます。9位、りょうじさん、ありがとうございます。8位、てっちゃん、ありがとうございます。7位、こじさん、ありがとうございます。6位、ルドンさん、ありがとうございます。5位、てっちゃん、ありがとうございます。4位、あれ変わった。13位、よしかなさん、ありがとうございます。 十二、王子ろさんありがとうございます。十位マットジャックリロイさんありがとうございます。十一位モクさんありがとうございます。九位コジさんありがとうございます。八位ルトンさんありがとうございます。七位野原信之助信之助さんありがとうございます。六位ジョエルさんありがとうございます。待ってください。うんうん。 皆さん聞こえてますかごめんなさい。なんかもう喉の声がやばくなって退場したんですね、一回。一回画面外に行ったら、なんか Wi-Fi、Wi-Fi wi っていうかネットが切れて戻ってきました。切れてたので、なんか戻ってきました。はい。えー、ちょっと待って、ランキング変わってたりしないですよね。多分大丈夫ですよね。じゃあもう一回読みます。13位。 吉奏さん、ありがとうございます。十二、大城さん、ありがとうございます。十一位、マットジャック・リロイさん、ありがとうございます。十位、モージさん、ありがとうございます。九位、コジーさん、ありがとうございます。八位、ルドンさん、ありがとうございます。七位、野原志之介の介さん、ありがとうございます。六位、ジョエルさん、ありがとうございます。五位、てっちゃん、ありがとうございます。四位、りょうじさん、ありがとうございます。三位、マッチさん、ありがとうございます。 にコスモライトさんありがとうございます。一はダランベリマイさんでした。ありがとうございました。ではえっとベリマイさんのこの何かを書きたいと思うんですけど何書けばいいですか。待ってます。何何書けばいいとか教えてほしいです。はい。ルームスにキャンプの動画か写真アップ期待してね。オッケー。待っててください。もうすぐ後であげるので。 ごめんなさい、急に切れてたみたいでどうしますかベリーマユさんっていうかほんとにあのおんになりかけてるんですね今これ何も前髪はノーセットなんですよそれでこの短さなんですねもう巻いたら終わりですって感じですまあすぐに伸びると思うんですけどアバターが出てくれてありがとうございますはい 今アバターを変えてくれてるみたいなので待っておきます待ってでもねえっと一回投票にしてもいいですかオッケー順位が変わらないように早やみ長いこと切れんで泣いてるのにやってえでもねあれたがたうんだけどあのスタ まあ,ね、あのメイクさんに言わないと切ってもらえなくてそうあみはね昨日言いに行ったら切ってくれましたそう何かアミもね切ってもらえると思って放置してたらもうこれぐらいの長さになっててねこの前までもうめっちゃ不便だったので「あの切ってください」って言いに行ったら切ってくれました でも、なんか短い方が、あの、何邪魔じゃないんですよ。前髪この前長すぎてね、もう、毎回毎回、巻かないと目が見えない状況だって、大変だったので。そう。なのでね、もう、そう。そうなんです。研究生は勝手に切れないので、メイクさんに言,言ってからって感じです。うん、アバター書いてるだって。じゃあ、これ書きます。 待ってくださいい待ってくださねあみまた画面外に行くと思うのでなるべくすぐ書きますあみね前髪の書き方がめっちゃ下手くそなんですよ <laughs> 待ってくださいね難しいね 待って、待ってくださいね、頑張って書いてるのでうんむずい待ってくださいね、本当に急いで書いてます オッケーあとはシナモン間違えたよちょっと顔だけな直します待ってね待ってください待って。 なんかちょっとできたよできたけどなんかちょっと思ってたように書けなかったはいオッケーじゃらんじゃじゃッタランはいありがとうございました まあ、さんありがとうございました。はいということで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。また少しずつね、あのー、振り返っていこうと思うのでブログとかツイッターとかねあとはメールとかあのアミタンランドとかなのでえっと皆さん土曜日に送ってくれたであろうモ雨メが今日届いたよってえ 嘘やばいやばいそれはではとりあえず終わりたいと思います皆さんありがとうございましたお昼からも頑張りましょうバイバイ待って